さあやっていきましょう。もう四季をシリーズ第10何ぼかは忘れた見てください。前回ゲームオーバーになってしまったが正常に終了しない K ファイルですっていう警告文が出てしまった。さっき間違えてね、なんかヘッドホンの方のなんか音が聞こえてないのを、マイクの方の音が録音されてないのかなと勘違いして、あ、これダメだ、撮り直しだと思ってやったら、ちゃんと実は撮れてて、ヘッドホンの方のなんかラインがおかしい。まあそんなことはどうでもいいんだ。今日はこれ見ていきましょう。もう何の話をするかわからない。まあ、うるさい、音が大きいわ、音が大きい。こっちも残らないでしょう。昨日5月1日2日でした。5月2日にですね、清宮が初出場初先発、そして第一打席で岸からこのツーベースヒット、完璧なフェン直ね。え、球はどこ、ここもう一回打っていった、センター後方、ここだな、ここかな、この辺あたりに当たってんかな、この辺かな。もう札幌ドームじゃなかったらホームランっちゅうあたりだよな。いやー素晴らしい、初打席で長打ツーベースヒット、いやいいですね。これを語らずにはいられまい。もし清シリーズだって清宮に注目してるのにね、清宮のこの初打席、これ幌加内町って書いてある、今気になった。幌加内町って書いてある。どこなんだ。幌加内町って読めるけどどこにあるのか知らない。いやーね、ストレートは打てないみたいな風潮があった。結構2軍で打ってる打球とかは、ホームランとかになってるのも変化球が多かったから、プロのストレート、1軍のストレート打てないんじゃないかっていう下馬評もあったけど、いや第1打席から岸のこのストレートを完璧にこうセンターに返していく、まあ、欲を言えば引っ張ってほしいけど、甘く入ったストレートってところかな。いやー後ろ足の使い方がいいね。前にこうふわっとこうね、決してまだ美しいと言える打撃ではないけれども、いや、スイングの他のね、あとね、今日、この日は3打数1安打でして、でしてですね。3打数1安打でしてですね。3打数1安打つうことは残りの2打席は、凡退してて、三振だったんですけど、その三振の内容も言うほど悪くないっていうか、ね、岸が良すぎた。昨日の試合、本当に。その岸、昨日3安打しか打たれてなくて、うち1本が清宮だからね。まあ、それぐらい昨日の岸は良かった。それ打ったんだから大したもんよって。もうちょっとこう、誰だな。甘めの評価を下していく。ただ、出場 DH なのはどうかなって思うけどな。もうちょっと守備頑張ろう。だからまあ、打撃はまあ、とりあえず一つ、良しとして、清宮については守備の方をね、まあ、シーズン中は無理かな。守備鍛えたかったら、まあ、2軍でになるんだろうけど、まあ、首脳陣がどういう風な判断を下すかだね。1軍にいる限りは守備は上達しないし、守備上達しない限りは DH 使い続けることになるけどっていう。まあ、言うてでも守備鍛えたってさ、あら、そしたらファーストでしょ？ファーストだったらね、中田をどうするのかって話になってくるし、中田とアルシア、中田をレフトに置いて、ほいで、清宮をファーストで使うことはまあできんくはないだろうけど、でもね、ファーストで言いながらは使えないから、まあ、結局のところ中田がいるうちはね、いいじゃないですか、ガンチャ、そういいじゃないですか、うちの勝ち頭になりそうなりつつある。清宮の方は4打数ノーヒット、あらあらら、あらららら、
勝ち頭は関根ですね。5勝0敗。やっぱね、この野球作ってゲームにおいてはもう、変化球の多さは割と武器。そしてフォークを持っていると。この2つで大体なんとかなる。あら、清宮あんまり打ってないぞ。この試合。4打数1安打。打率が下がってる。下がってるけど3連勝してる。今、首位。首位。4月終わって首位。いやいいじゃないですか。調子いい。調子がいいですね。下手したら、ね、この全シリーズというか、カープで1年目から優勝シリーズをしのぐ、1年目から優勝してしまうかもしれない。清宮を4番に据えたチームが4番で、働いてちゃんと、そして優勝してしまうかもしれない。面白い。こうして見ると関根だけだね。防御率はここに入ってこんで、勝率は5-4-4、4-4-3で、いかにひどい登板感覚で投げさせられているかが伺える。いやーよかった。でも清宮ね、清宮シリーズって言って、もうなんか、オープン戦とかの感じからしたら、オープン戦っていうかその、2軍で何十打席連続ね、無安打みたいなのが続いてて、もうまあ、キャンプの頃からね、まあ、入院とかしてて、下手したら今季はもうね、2軍から上がれない、ヨシンバ1軍に上がれてた、2軍に上がれないじゃない、2軍から上がれない、ヨシンバ1軍に上がったとしても、ヒットの1本も打てないんじゃないかなってことを思ってたけどもね、第1打席からの、岸からストレートを打つってのがなかなかのもの、なかなかやっぱり、良かったなと思う。語彙が少ない、良かったなって。動画的に良かったなって。サインボール用の台座。ボールがない台座。渡辺企画をどうぞよろしくお願いします。誰か見つけてないかな。お、一人増えた。誰だ。ドラフト候補。一応この緑の緑色秘宝を使って。緑色秘宝を使って調べていこう。あら？平田正人ってやつ。か？藤本は見た気がする。平田正人ってやつか。平田19歳。ピラピラピラーン。平田はひひらいひらおひらおひらこひらた。早熟普通 DSCDDA134SDS スライダー DA シュート CC 回復 DS だな。あれ藤本も早熟だったよな。藤本これも早熟だな。ドイツもこいつも早熟タイプばっかりだ。まあ、取るならこの藤本よりも平田の方が、まあ、早い段階では力を発揮しそうな感じかなと見て取れるけど。今この、交渉中のこの堀田もね、早熟タイプだから、早熟タイプばっかだな。ってなことで、外国人取りたいですね。すぐ今季中に活躍させることができるし、短期決戦に投手を大事。とはいえな、ヴィンセントは取ってもいいんだよ。キャッチャーとして。ただ金がないな。ヴィンセントを取ったら、田口をトレードの駒として出すことが可能。年的にもあんま変わらんしね。可能だけどな。まあ。もう野球つくをやってる年数だけなら大したもんだから。大したもんだったから、過去形だな。まあいろんな作法は分かってる。勝つための野球つくの作法は。分かってるつもり。作れんな。5001かな。いける。作ってみますか、5001。3002ヶ月とか、5000で1ヶ月とか、5000、1億で1ヶ月とか、そういう風にして、どんどん作っていくんです、序盤はね。
金をあげよう。で、開発済みリストからこれをグッズショップに置いていくとか置いていかないとか、そういうのね。1ヶ月だいたいその人気が下がるんで、まあ1ヶ月ごと、1ヶ月前にこれが調整し直すと、グッズショップに置くか置かないかを選んでいくっていうことですね。あとできることないな。とりあえず今回5月1週分なんだね。5月1週前半分、動画と現実世界をリンクさせたらちょうどいいのはここなんで、まあこんな感じでやっていきます。まあ、打ってないね。1番が西浦が機能してないね。やっぱ左右で変えるかな。先頭バッター1番は石本とスイッチとかさせて、ふい、あ、なんで今崎が投げるんだろう。年だからか。調子めっちゃいいしな。調子めっちゃいい割には防御率がちょっと浮かばない。浮かない防御率してる。川越は右だから、でも西浦打ってるな。西浦の代わりに石本を出していく。結果を見る。いいですね。4失点してるけど、防御率もそんなに良くないけど。なんで、絶好調なんだよ、今関ってさ。絶好調なのに、自責点、フォアボール2つ。もう、一人相撲で負けてる。ミラバルの、後ろのミラバルがしっかりしてるから勝ててるね。石本全然打ってない。金子誠も打ってない。小笠原が打って、清宮が4打数3安打、1本3打点。素晴らしい。素晴らしい。実に素晴らしい。よし。よしよしよし。さあ、今日は、今回のこの回では、オリックスとの、ね、第何カード目だろうね。第6カード目かな。これを見ていきましょう。先発はもちろん、ガンちゃんと言いたいところだが、ガンちゃんちょっと体力が今一つなので、うちの勝ち頭、関根を登板させたいと思います。関根弘之投手。いや、翔太もいいな。翔太好きだ。一郎との対決、翔太を出していこう。翔太、ピッチャーは小林なんで、右ピッチャーなんで、西浦と石本を変えていく。石本代打だな。代打だな。うん。本当は井出を上田にしてもいいぐらいだけど。これ代打すぎるな。守備は上田でもいいけど、まあ、バッティングはそんなにってことなんで。待てよ、田中健介。奈良原と田中健介。いや、まだ早いね。まだ早い。もう2、3ヶ月で変えてもいいかもしれないけど。まだちょっと田中健介を出すには早い。さあ、見ていってみましょう。10分、15分ぐらいで終わるのがいいな。いや、10分ぐらいで終わるのがいいな。試合を見ていく。オリックス戦です。オリックスとの、この、焼き付くシリーズ動画上げていくと、オリックスとの試合は割とドラマが起こるね。ドラマが起こる試合が多い。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ブルーウェーブ対ファイターズ、野口、清宮、金子誠、小笠原、奈良原、オバンドレフト、センターは井出、ライトは石本というこのラインナップでございます。ちょっとファイヤーフォーメーションだね。外野がね、石本もそんなに守備は良くないし、何よりオバンドがレフトっていうのが、なかなか怖い。が、まあ、打ち勝つ野球がうちのモットーだから。ダイハード打線。え？ビッグバン打線って、ダイハード打線はダイエじゃなかったっけ？ひぃ、翔太頼むぞ。さあ、アリアスです。こう打たれるときついぞ。よし、ナイス、金子誠よし。よしよし、3安打打たれたけども、無失点で抑えたら、なんの文句もない。ずるい。さあ走ってみましょう。金子誠。
三輪か。さあ得点圏にランナーが進んで、打席には左打席に入りましたのは巨人ではない日ハム小笠原ね、ガッツの方の小笠原が打席に入っております。ここで点を入れるもよし、またチャンスメイクをしてもいい。まあ最低限だな。ここで清宮、さあ打席には清宮、打率3割6分8厘5本20打点という凄まじい成績を収めています。現実でこのような成績を収めることは、まあまず皆目不可能と言ってもいいでしょうけども、こちらバーチャルの世界の清宮はなんともうすでに3割6分8厘5本もホームラン打ってるわけですね。見ていこうか、絶対来るな、絶対来る。ここで打ち急ぐほどの、よしよし。さあおばんどうだ。清宮はね、まあうん、できすぎだから実力そんなないのは分かってる。本当に打てるのはこっち、おばんどう。おばんどうの、おばんどうのバッティングに期待。いやー素晴らしい、自分がプレイしてないのに。おわ、でそれ暴走じゃない、大丈夫、よし。いやー強いね、うちのチームは強いね6連勝になるんじゃないかこれ勝ったら。うお、何よりブランデンが当たってるのがいいね急遽オーストラリアから連れてきた助っ人外国人ブランデンが存分に活躍しててくれてる。 DH で出してるけどね、まあ、DH でしょう。そうか、野口を出してもいいのか、最悪、最悪っていうか最高、ね、ヘンドリックスみたいな名前のヘンドリックスだったか、自信ないな。じゃあヴィンセントだ、ヴィンセントっていうキャッチャーをね、あのまた獲得したら正捕手を、もうキャッチャーなんで別に打撃期待しなくていいから、正捕手をそっちにして野口をトレードの駒にすれば、野口の多分評価はめちゃくちゃいいから、いい選手取れるんじゃないかなって予感がする。めっちゃいい選手取りに行くのもありだね、ありだなって思いますね。奈良原、奈良原出塁した、ちょっと待ってよ、奈良原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 、5盗塁してるな、行こう、ゴーだ、まだ走れる、まだまだ奈良原の足は死んでいない。ふう、頼むぞ石本、頼むぞ石本、ここらで点入れてくれ、ここらでヒットを打ってくれ。1割4分3厘じゃ杉谷並みだ、杉谷健志並みだ。あーもうもう、小林宏の防御率今すごかったな。い今の一度取れた、落ちてない、疑惑の判定じゃない今の、一郎だからってちょっと判定甘くなってない、正代付きで勝てたらいいな。桐生第一高校で優勝したピッチャーだよ、甲子園か選抜か、それで名前覚えてた。で注目してたけど、まああんまり伸びず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 みたいな、伸びず伸びず、あんまり伸びなかったね正代はね。台湾とかでもなかった気がする、台湾行ってヤクルトに行ったのかな、あんまり覚えてない、その後はあんまり覚えてない、日ハム、その後ね。日ハムってなんか、あの、この選手入ったらいいのになーって思ってる選手が入るから好き。まあそうでないことも多いんだろうとは思うけどね。この選手入ったら面白いのになーっていう選手が入る。うおー、坂東のホームランが。まあダルビッシュも入ってほしかったけど入ったし、中田翔も、まあ、取れたらいいなと思ったら入ったし、ハンカチ別に取れんくてもええけど取れたらまあ面白いかなと思ったらハンカチも入ったしね。うん、日ハムのあれは、あの編成というかドラフトに関しては一定の、おバントじゃない、いいですよ。大野翔太もね、そう大野翔太も俺絶対取ってほしかったんだよ、あのなんかすごく野球のサイトなんか見て、この今年のドラフトみたいな映像を見てて、大野のそのキャッチング技術の凄さ、パッとこう
ピッチャーの球をこう、なんだろうな、もう微動だもんにせずにこう、ベシッと取る、あの、取り方を見て、うわ、大野いいなって思ってたら、大野が、大野1位指名したから、ハムは、ほうって、ほうって。知らんわ、そんな話。まあ、その大野もね、中日行ってんだけど、なんかあんまり活躍してないね。肩がすごい悪くなってんのかな。うん。あの、WBC の頃から、大野じゃなくて、小林、巨人の小林とか、小林誠実が、おぉ打ったんじゃないか、これは。いいですね。小林誠実とか使ってて、大野使えよって思ったけど、やっぱもう、その、限界に来てるレベルで肩がおかしいんだろうな、もう。肩ばっかりやな、キャッチャーはな。肩のないキャッチャーなんて、必要ないし、でもキャッチャーってバッティングがいいわけじゃないから。いい、バッティングがいいキャッチャーばかりではないというかね。肩が弱かったらキャッチャーできないし、キャッチャーできなかったら価値のない選手っていうのは多いで、多いよね。まあ、そのうちの一人が、大野だったのかもしれないし。おっと？おっと？ 5 回までは投げてほしい。なんとか正田に5回まで。これでチャンス拡大されたら、チャンス拡大どころじゃねえ。チャンス拡大どころじゃねえ。チルを歩かせて、ニールにも打たれて、アリアス。さあ、アリアス。さあ、アリアスだ。まあまあまあ、ホームラン打たれても同点だ。同点ならまだ追いつける可能性はある。チェンジアップで行こう、チェンジアップで。緊張しますね。チェンジアップで。ストレートじゃ抑えられんって。ちょっとリードが怪しくなってます。うえっ、ああ、うん、いや、制球がちょっと甘かった。この試合のクライマックスだから、この藤井康雄と正田のこの、ランナー2、1、2塁、2アウトのこの場面、クライマックスというか、一番ハイライトだから。ここ抑えるか抑えないか大きい。よし、勝った。この試合勝った。この試合勝ちましたわ。あ、清宮だ。清宮の打席見とこう。せっかくなんでな。どうせ今回使うサムネは、うん、くーくー、もう、あとはね、清宮、現実の方の清宮、初打席はもう経験したし、ヒットも打ったんで、あとはホームランしかないね。ホームラン打つか打たないかみたいなところになって、もう交代だ。正田は十分投げた。投げた。この辺で交代。まあまあ、ホームラン打つかどうかだね。ホームラン打ったら、もうこっちのゲームの方も一応まだホームラン打ってる映像ないんだよね。打ったら打ったらあるんだけど、公式戦ではまだ打ってない。それは一度、画面に収めたいところだ。5本ホームラン打ってるけどねっていう。なるほど。イチロー、フォアボール。あ、イチロー普通に歩かせてるね。出塁率めっちゃ高いことになってるかもしれない、イチローが。危ない、結構危ない、橋渡ってる。ランナー一人出してほしいな。八回、今関、どうだ？左右右か。大島浩一は両打ちだった気がするな。よしよし、9回これでミラバルいける。清宮の打席だ。もう遅かった。スタートボタン押すのが一瞬遅かった。
まあ、これ以上点は取れんな。これ以上点は取れんですね。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、守備固めを入れる。ピッチャー入れて、ライト石本と、ライトに上田、レフトを坂東に変えて、西浦。あと変えられない。これでいきましょう。これで勝ちに行く。さあ、最終回。2点差。もうこうなるとね、コントローラーはもう置くしかないからね。頼むっていう感じ。それが焼きつくのいいところだね。自分ではどうしようもないっていうのも、まあ野球の、まあそれが現実というかね。イチローとの対決、打率おかしいんだな、イチロー。近藤健介かよ。イチローを近藤健介に例えていく。オハムにありがちな。オハムにありがちな。オハムならでは。すげえな、ちょっと待ってくれ、イチローのこの成績。4割1分6厘で10本って。26打点って。やばいって、なんだこれ。なんだこれ。化け物やん。なあ、もう、しゃあないか。この試合3回フォア、3つフォアボール出してるわ。1本ヒットで3つフォアボールでしょ。出塁率はすごいね。爆上げしてるな、これ、さては。後ろのニールとアリアスが打ってないから、なんとかオリックス、得点には繋がってないけど、イチローが昨日、イチロー1番で使った方がいいんじゃないかな。やっぱ4番で、4番に出塁率の高い打者を置いてもさ、出塁率、打率の高い打者を置いてもあんま怖くないよね、実際問題ね。勝ちには繋がらんっつうか。まあ、一郎やっぱ1番に置くしかないんだろうなって思うけどね。よしよしよし。よしよしよし。まあよしよしじゃないけどね。まああの、セイバー的に言うと一郎はいまいちなんだよね。あの、1番で置くにしてもね。どちらかというと打ちたがり、早打ちの打ちたがりでヒットを打ちに行くタイプだから、あんまりあの、出塁率が高くなくて。だったら、スイス高くない打者だったらあんま一番に置いても意味がないというかね。勝ち！勝ちでしょう。よし。いやいやいや、結構いやいや。あ、ヒットはオリックスが打ってんな。いやいや、結構な試合ですわ。結構な試合。結構その、ここ6つ全部勝ったよ。この動画で紹介した6つ全部、全試合。うん。清宮はまあ活躍しなかったけど、首位固めしてる1位固めしてる。観客も結構入ってくれたから、いきなり9000万円のお金を懐にスッと。うん、まだ2桁敗戦してない唯一のチームだし。清宮が20打点でここにいるけどね。まあ、ボーリックがすんごく打ってるけど、これ見るとイチローが怖い。ほんまに4割1分6厘10本打ってるってのは、打撃の5欠で見てもね、打撃の3指標で見ても、出塁率とかどうなんだろうな。まあ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 、セーブはミラバルがトップに立ったし、この調子でいきたいね。田中幸雄はロッテにいる。ファイターズ7連勝です。まさに連勝街道一直線。ミスターファイターズがロッテに行っちゃってる。田中幸雄見戻したいね。ほい。ってな具合で、今回はここまで。あと1週半したらタイガースからの返答が返ってくるんで、またそれも楽しみにしておきましょう。ほなまた。ベシッ。